次は私の番。了解。次は私の番。えい。
やっぱり努力努力ですよね。やっぱり努力努力ですよね。次は私の番。怒ったよ。私やりました。
次は私の番。怒ったよ。私やりました。ありがとやっぱり努力努力ですよね。
次は私の番。怒ったよ。あ、ごめん。次は私の番。了解。次は私の番。えい。
次は私の番。怒ったよ。あ、ごめん。
次は私の番。次は私の番。
次は私の番。次は私の番。
次は私の番。そうね。あ、ごめん。次は私の番。いいですよ。次は私の番。えい。次は私の番。
怒ったよ。みんな、ごめんね。
次は私の番。そうね。次は私の番。了解。次は私の番。そうね。あ、ごめん。
我が輩についてくるんだにゃ。人間は目に頼りすぎだにゃ。楽園に来たばかりの頃、君が口にした願いを覚えてるかにゃ？それにゃ。その願いを高く掲げれば、黙示録はきっ。にゃっ！にゃっ！にゃん？ここのはずにゃんだけど、道はどこにゃ？今一番叶えたいことを考えるのにゃ。ふん、ついてくるにゃ。武者は混沌の海を渡り、黙示録でタロットを集める。そして黙示録は、それに願いを叶える力を与える。黙示録にはそのように記されてるにゃ。武者の旅は始まったとはいえ、タロットはまだまだ混沌の。我が輩が守ってきた世界も君に託。あの世界に戻って、君の願いを叶えるために必要なものを見つけるにゃ。運命の輪の力を。
にゃ。我が輩はただの留守番にゃ。あっちに行った後のことは。文句でもあるのかにゃ。我が輩の居場所はこの楽園にゃ。何か問題でもあるかにゃ。なんだって。もう一回言ってみ。かなりの人数が集まってる。なんだか不穏な香りがするぜ。よりによって庇護の日と重なるなんて、ピリピリしない方が無理よね。雲行きが怪しくなってきた。早く依頼人を見つけないと。姉さん、あれ見て。私たちが探している人ですよね。
ここに入ったね。二人は見張ってな。私は依頼人を助ける。あら、この扉腐ってんじゃない？くそ、遅かったか。何をしている？奴を始末。あんたたち覚悟はできてんだろうね。